クワで調印を終えた日ソ中立条約の批准書交換式は5月20日午後3時から松岡外相、スメターニン、ソビエト大使ら出席のもとに外相官邸で行われました。両国批准書の交換の後、日ソ両国語による2通の交換調書に松岡外相、スメターニン大使がそれぞれ署名。式を終わって官邸の庭に外相主催の和やかな祝賀レセプションが開かれました。